いや久しぶりの抽選事故は超気持ちいい超気持ちいいです、最高です、天気もバシバシ晴れ、平日だからかな、ヨットが2艘です。風はね、北西、いや西風だな、千住ヶ浜の方からだから西風ですね。はい、とっても涼しくていい風です。今時間はですね11時20分、いろんなとこ寄って千住ヶ浜着は12時半頃の予定です。こんな感じでですね、今日はすごくいい風が吹いてるんですけど、白波こそ立ってないですけど結構波があります。ちょっと様子見てですね、考えたいと思います。今日の勝負ヶ浜は、誰もキャンパーを、テントが1針2針ぐらい見えますね。遠くにはハイキングのおじちゃんおばちゃんがいるぐらいですね。男体山がすごい綺麗です。はい、じゃあ着いたのでとりあえずオールフリーノンアルで乾杯します。
高のロケーションでカップヌードル、カレーと、美味しいご飯を食べた後、時間も時間なんで、もう1時半ですね。風向きがですね、ここ2時ぐらいにいつも変わるんで、これは変わってきた。早いうちに戻れるうちにですね、出発地に戻りたいと思います。早速で行きましょう。はい、行こう。千ヶ浜を出てですね、大体15分ぐらいです。栃久保の入り江にですね、近づいてきました。今日はね、他に船見かけないと思ったんだけど、一艘、向こうにありますね。白い、あれもカヤックかな。一人で頑張ってる方がいらっしゃいます。目の前がですね、あれが赤岩ですね。あの赤岩にはですね、この間の先週ぐらいお母さんとトレッキング来た時の木道がかかってます。今2時20分です。出発地のあのボートハウスがですね、もう見えてきました。あと直線で400メーターぐらいかな。